企業の社長や役員が変わっても、潰れている企業はないでしょう。人事異動なんて頻繁にあることですし、退職者だって毎月いるんですから、それが理由で仕事が同行からとなるようでは、社内のリスク管理が疑われます。自分が辞めたらからという方はたくさんいます。言わせておけばよろしいのではないでしょうか。では、どうぞ。精神的に辛かったり、体調を崩したりしても、会社を辞めることができない人は少なくありません。自分が辞めたら、会社が回らなくなってしまうのではないかという責任感が足かせとなっていることもあります。ある番組を例えに出すと、身体を壊しても、同じ会社で働き続けようとする人たちのツイートをよく見かけたという、あまおう@COQTS さん。ある人気番組を例に出して、身体を大事にしろう、と呼びかけました。あの山口達也がいなくなっても、だ、鉄腕、ダッシュ、は続いてんだぞ。元 TOKIO の山口達也さんが出演していたバラエティ番組、ザ、鉄腕、ダッシュ、日本テレビ系を例に挙げたのです。ザ、鉄腕、ダッシュ。では、山口さんが、匠の技を見せる場面も多く、TOKIO のリーダー、城島茂さんとの掛け合いも見どころの一つでした。そんな大きな存在の山口さんが抜けても、番組は続いていると、あまおうさんは訴えたのです。ネットの声。主要な人が辞めたとしても、会社は、急ピッチで何とかするものです。会社と違って、心身は、一度壊すとなかなか治りません。まずは身体を大切にしましょう。いい意味で、お前の代わりはいくらでもいるですね。さあ、ゆっくり休みなさい。すごく納得しました。総理大臣ですら、ポンポン変わっていた時代がありましたからね。人に迷惑をかけたくないという気持ちは、とても大切なものです。しかし、周りを気にしすぎてしまい、心身に深いダメージを負ってしまっては、元も子もありません。辞めたいけど、と悩んでいる人は、まずは、自分の身体を大切にすることを第一に考えてみてください。通常どのポストの人間が欠けても問題なく回るようにしてあるのが、組織としてうまく機能しているということだと思われます。自分が辞めたら仕事が回らなくなっちゃうという考え方は、勘違いか、自分の仕事を自分だけにしかわからないような独特の処理をしている周りを育てるのが、下手なタイプ人間のどちらかではないでしょうか。